はい、というわけでハロパパでございます。今日もね、こういうことやっていこうと思うんですけども、いやお久しぶりでございます。なんかね、なんか数日間ね動画休んじゃいました。はい、いや、なんかいろいろ予定あったんですよ。で、なんかちょこちょこなんか動画出せなかったでさ、昨日本当は出そうかと思ったんだけど、なんかガチャ一昨日にアップデートのなんか PC 版先来たやん、先行アップデートでさ、なんか昨日アップデート来るみたいななんかこと聞いてたのよ。なんか全然来やしねえじゃん。で、昨日朝から待ってて夜まで待っててさ、もうネットエースどん。はい、というわけでね、やっていきましょう。今回はですね、こちら。デデント、蝶々の舞。え？ダサくない？ダサくないこれ。帽子がいいかな？ズボンはね、ただならぬ昭和感がちょっと漂っとるんですが、まあ、そんなもんかな。衣装が、まあこれでしょ。で、重機が何出たんだろう。あ、そうかそうか、これはこれに関してはね、買えるんだよね。まあ買わないですけどね。ガチャで引いた方が安いんで、どうせ買わないですけど、この2つかな、衣装と。このそんなに出てない。なんかあれだね、やっぱいろいろ今さ、やっぱ中国忙しいから大変な時期だから、ね、こういう感じなのかもしれないね。まあしゃあないよね、それはね。ちょっと皆さん我慢してほしい。おっと、あとあれか、リュックアイテムか。リュック出てる。これもダイヤで買えるんだね。待て、まだ買わない。これでも欲しいな、これ。中二感なんか逆になんか。スターダストプロモーション。あ、それはあれか。プロダクションの名前か。というわけでね、ガチャやっていきましょうか。これはガチャから、お宝からかな。おー、いっぱい出てる。これね、ちょっと気になるのがあって、このフィールドクルーザー。これ、金地家だよね、フィールドクルーザーって。それが、なんと60金券で買えちゃうというね。買えちゃうじゃねえや。引けちゃうと、ガチャを引けちゃうということで。しかも確率も 0.153 なんで、相当高いですよね、これ。で、通常の普通の専属ガチャとかが、1回120金券なんで、そう考えたら、フィールドクルーザーの確率が 0.3% なんですよ。めちゃくちゃ高い可能性は。というわけで、これね、次回引いていこうと思うんですけども、今回に関しては、まあ、これではなく、こちら、やっていこうと思います。何これ？あ、パラシュートもあんだ、パラシュート。ちょっと待って、パラシュートって買えんのこれ。パラシュートはパックじゃなきゃもらえないんだ。うわ、これめっちゃ欲しい。これなんかメルヘンチックなの多いけど、なんかやっぱ春だからかな。春関係あるのかな。これめっちゃ欲しいな。で、ちょっと引きたいと思います。今回用意したのは、まあこちらのね、約9000金券弱という感じで、約9000円金券弱ということでね、意味わかんないけど。まあそれで引いていこうと思います。まあこの2つぐらいかな。セットの衣装と、あ、トレーニング衣装美味しいね。まあリュックは別にダイヤで買えるんでどうでもいいです。で、重機は？重機出ないのこれ。重機出ないの重機は何？確定で何？ダイヤ使えってこと？これ純白の世界欲しいな。これ確率見ましょう。世界が 0.6%。まあ出そうですね。パラシュート 0.7%。まあ割と少額で多分ね、これに関してはコンプリートできるのかなと思うんですけども、さあ早速やっていきましょう。いきますよ。ピョン！はい、カッ！はい、あ、まあ、一回60金券なんで、まあ言うて600金券、全然まだ痛くないと。じゃあ行きます。ポン！え？あ、まあ、まだね。行きます。来い！あ、まだ、リュック出ました。一応リュック出たけど、これリュックはダイヤで買えると。意味ないね。待って、欲しいのが出てない。セットと、この背景と、パラシュート。頼む。もう2000金券ぐらい使ってんじゃないの？使いすぎだろ、このガチャ。いや、出ない。待てよ。ガワ？え、これ、渋くないこれ。来い。ちょい、待て。はい。ちょい。早いよ。あ、おーっと、3日間限定。なーね、これ、リュックばっかりで取れよ、この寿司もう。待って、半分ぐらい使う。半分以上使っとるやん、これ。やば。え、もう1万円使ったけど何も出てないけど。クソガチャ説濃厚。いきます。ぴょん。あ、来た、すごい。スカイ来ました。これ2枚出ることあんの？あ、そっか、ダブったってことね。で、結構出るんだね、トレーニング勲章。いきます、待って。これで、まあ、パラシュート出たので、正直ね、衣装どうでもいいんだよ。衣装どうせ着ないから。どうせ着ないじゃん、これ。帽子、まあ、ちょっと使ってみるか使わないかっていうところなんだけど、とりあえず純白の世界欲しい。ポン！一連で引いちゃった、一連。一連っていう言葉ありそうでないからね、実際ね。1は連じゃないから、単だからね。いきます、ポン。来ねえな、純白の世界。なんかちょっと下ネタっぽいけど。いきます、ポン。お、来た！うん。何？3日間って。カモン？お、来た！何？うん。靴と？靴だけ。一番いらない靴。あ、7日間なんだね。まあ、いらないからな。まあでも言う、もう、引き悪いな、これ。頼む。アイマスクはいらない。アイマスクいらない。いらない。純白の世界欲しい、頼む。え、ラスト10連や、これ。いきます。心を無にしていきます。物欲センサーを全部解除して。いきます、ポン。
ゴミ。あーそうかそうかと、まあ、まああとは単発で引いてきて、まあ、単発がもうこれでいくか。これで240金券、はい。これほんとさ、トレーニング勲章ガチャやん、これ。まあいいでしょう。まあ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 。まあ、とりあえず銃器を買って、一回ね、一戦行きましょうか。まあ今回に関しては、短期間銃のこちらがね、新しく出たということなので、これ A 級でポン。はい。これをね、まあ使いに行きましょう。おぉ。なんかかっこいいのかわかんないけど、なんかベルサイユの宮殿みたいな。で、衣装はこれ、OK。じゃ、一回倉庫に行きつつ、なんだこの格好、なんでこの格好になっちゃうのこれ、これ、わけわかんねえんだけど。はい、というわけで、こんな感じですね。なんかあんまり変わってないような気がするけど。あ、でもリュックこれいいな、なんか。ちょっとセレブ感増したね、若干ね。この銃は、なんか女性が好みそうだけどね、俺どうでもいいや。一戦行きましょう。よし、まあ、これ、この銃をね、使ったらもうこれでクリア。はい。非常にね、ハードルを下げていくスタイルでお送りさせていただいております。行きましょう。パラシュートを使いたいので一回降りましょうか。あ、でもこれトンプソンかっこいいな。これトンプソン悪くないよね。悪くない。一回ちょっとあのパラシュートを使いに行ってみましょうか。よいしょよいしょ。あ、ここ出ねえんだ。ここ出ねえのかい。トンプソンってさ、やっぱり普段東京マップ行かないから全然使ったことないんだけど、実際強いのこれ。強いのか弱いのかすら知らない。まあ、短期間銃なんで別にね、強いとか弱いとかそんなないのかもね。全然始まらないんだが。よーし、じゃあちょっと激戦区は避けつつ行こうかな。秋葉原激戦区かな。まあいいや。いやーでもね、今回アップデートでさ、帰国ガチャ6つ入ったやん。でもあんまり欲しいのないんだよな、正直。皆さんなんか逆にあります？なんかこれ、いや欲しかったんだけどなみたいな。ないんだが。フィールドクルーザーのさ、その金色かぶりぐらいだね、欲しいの。おっと？おっと、これは二人も乗れるぞと言わんばかりのこの風船。いや、ただこれは、あれですね、あの風船、やっぱり機動性が悪いというか、なんか若干そういうのは感じますね。まあ、あのメルヘンチックだからまあいいか。アサルト欲しい、アサルト。アサルトで勝っていきたい。これはどうしようかな。トンプソンとアサルトでいくか。スナイパーっていうよりそっちの方が良さそうだな。よし、あとはトンプソンを探しましょう。トンプソンねえかな。とりあえずトンプソンがないと終われない。やべ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 。え？ちょ、埋まったんだから。危ない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 。ん？今あったトンプソン。あった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 、これだ。やったー、手に入れたー、これ最強。多めにトンプソンをね、使っていきたいと思います。って言いながら M4 をしっかり取っていく。よーし、来た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 、これでいこう。トンプソンそんなでかい銃だったっけ？これ構えるとすんげーでかくなんない？これ。そんなでかかったっけ？トンプソンって。やべ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 。まずい。アンチとの戦い。マラソンゲーム。てか皆さん、花粉症どうですか？花粉症。これ若干花粉症っぽいんだよね、今年。なんか、その年によって、その僕の場合、花粉症か、そうでないかっていうの違うんですよ。今年花粉症っぽい。毎年変わるんよね。なんだろう、でもこれ短期間銃を持ってる時のこの不安感。いや、ただこの、拡張積むと45発まで積めるってのはでかいよね。よーし、バイクサイルはこっちのもんだ。行くぜ。ほい、セダン欲しいな。だんだん人ってのは欲が深くなってきますからね。ここ行こうか。なんか良さそうだ、ここ。よっしゃあ。あれ行きたいな。俺の物欲センサーが働いた。いや、でも俺物資を取りに行かない方がいいんだろうね、きっとね。かつ立ち回りとしては。ちょっとバイクどこ行った？あった。だがしかし取りに行くと。しょうがないよね。そこに物資があるから取りに行くと。レッツゴー。よしよしよし。そこに物資がある限り、俺は行く。うわ、いいのねえな、ほんで。公式か。クボ角取られてるっていうこの現状。どこ、ちょ、見えないんだけど煙で。よし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 。ちょっとこれはね、どこに行くのが正解なんだ。危ない危ない危ない。いるないるないるな。どこだ。上怖い上怖い上。めっちゃいろんな建物あるけど大丈夫。俺どっから撃たれた。高い建物行きたいんだが、高い建物ないんだが。どこで撃ってるどこで撃ってる。めっちゃ怖いめっちゃ怖い。あ、めっちゃ怖い。どこで撃ってる。銃声だけ聞こえないが。どこで撃ってんの。え、この車撃たれてないし。あ、この車乗り換えちゃうか。あ、それがいいわ。この車いただきまーす。すいません、いただいちゃいまーす。遅い遅い遅い。出だしが遅い。よし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 。いただきまーす。なんだこれ、入り組んでる。これ東京の嫌いなとこだわ、これ。入り組んでる入り組んでる。目の前誰かいるな、これ。こんにちは。戻ったったな。どっか高い建物ねえかな。どれが高いのどれが高いのこれ。どれが高いの。あー、競技場のとこ行っちゃった。あそこ行ってみよう。逆に建物じゃなくて、こっち側のアンチ街なのね、ここ。いや、やばいだろ、それは。
さすがアンチがやばい。俺は何をしてんだこのゲーム。高い建物ねえかな。あったあったあった。あれ行こう。絶対いいよ。これでも取られてるっぽいな、あの建物。大丈夫か。よいしょ。ここでしょ。あ、一人いるな。一人いるけども、これ倒すと、これトンプソンで、ここでやっとトンプソン、ここでやっとトンプソンの出番が来ると。え、これ下しか行けないどういうこと。え、ちょっと待って、これ、え、今1階じゃないこれ。どこ向かうの俺。え、え、今の屋上だったの。嘘でしょ。バグ、今俺下から乗ったよね確かね。あ、止まった。もうやる出番でしょこれ。トンプソンの、まさしくここでしょ。トンプソン使うなら足跡なくなったな。どこだ、この辺にいるはず絶対。え、ちょ、アンチずれたの。嘘でしょ。屋上に、あー出たな出たな、足跡出たな。屋上だなこれ。上だな。まずいな。パラシュートを使ってみる。これ動けない動けない動けない。このパラシュート動けないな。これもう車いらない。ここからも徒歩でしょ。これはどこどこ、どうやって行くの、どうやって行くの。行き止まり行き止まりなんだけど、行き止まりなんだけど、これ上すぎる上すぎる。撃たれる撃たれる、俺撃たれる。危ない危ない危ない。ちょっと入れない入れない。なんだ俺、寂し、東京の寂しさが全体的に出ております。撃たれるぞこれ。撃たれない、そして撃たれない、まだ撃たれない。撃たれた撃たれた撃たれた。待て待て、落ち着け落ち着け落ち着け。一回落ち着こう一回落ち着こう一回落ち着こうじゃないか。地は割と何にもない。うわわわわ、ちょっと待って待って、どこ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 、めっちゃ怖いめっちゃ怖いめっちゃ怖い。めっちゃ怖いじゃんこれ。だがしかし、だがしかし、あーこれ上からやばいな。上からマリコだなこれ。上からマリコ来るぞこれ。来てる来てる来てる、上からマリコが。オッケー、トンプソン、トンプソン最強。はい、トンプソン最強。上からマリコなんで、あと2人あと2人。俺は虫か、俺は虫か、ここにいて。これ、いや上怖いんだよね。だがしかし、上からマリコはちょっと、マリコさんいないんで、これはね、ちょっと待ってるゲーですねこれ。耐久ゲー、そういう感じ。俺上からが怖いんだけど本当に。絶対的そこ有利じゃん。っていうか2人ともそっちいいんじゃねえな。もう最後やっぱトンプソンで倒したいんで、ちょ頑張ると思います。蝶々の舞をね見せていきたい。今こそこの蝶々の舞を舞いたい。一回ちょっと待って、一回ちょっと待って、一回ちょっとお待ちいただいて、でこう虫、虫化して、ここで虫になって、キワキワのキワで全くもっと上から多分見えないんで、きっと、きっと彼らはもう全然見えてないんで、ここに集まるのを待って、パキュンと。やっぱアンチ来たアンチ来たアンチ来た、怖いよー。待って、ドリンク飲んどこう。間違いなくその上から来そうな気がするんだよな。ちょっと痛みを耐えていくしかないねこれね。いや、いや痛いぞこれ、痛いぞこれ、普通に痛い。待って、これやばいぞ。中に一人でしょ。あともう一人どこに。絶対そっちやん。俺何してんだこんなとこ一人で。おお、いた、びっくりし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 た。いたんだが、いたんだが、あともう一人、もう一人下にいんな。上だよな。ちくしょう、これどうする。危ない危ない。え、どこ、これ耐久ゲーだな。ワンチャンあるぞこれ、ワンチャンある。来たなアンチ、こっち多分突っ込んでくると思うんだよな。よっしゃー。はい、というわけで、まあ蝶々の舞というわけですわ。これが俺に任しとけ、ハルパパに任しとけ、文句があるなら俺に言え俺に言え、くだらないライブは僕かで割って流しとけ、最高にクールな時間の始まり。 Soon on the country ホログライスステージも淡い中